元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできるということで、実況アナウンサーやっております鍵野孝彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ今日はですね、こんなちょっと登場の仕方をしてみました。今一つよろしくどうぞお願いいたします。よいしょ、最後ましょう。はい、元気ですか？このチャンネルはですね、元気を発信するチャンネルでございます。元気があれば何でもできる、このチャンネルを見れば元気になれる、それがこのチャンネルのモットーでございます。元気ですかということですね。よろしくどうぞお願いします。さて、世の中大変な時期を迎えました。新型コロナウイルスが蔓延しております。もう全世界です。さあ、どうなっていくのかなと戦々恐々としているわけでございます。そんな中でもですね、生活はしていかなければなりませんから、ならば、ね、元気に明るく笑顔でいこうぜということで、今回のテーマは笑顔の効能についてちょっと述べさせていただきたいと思います。これはですね、先日俺なりのコロナウイルス対処法でもちょっと述べたんですが、笑顔、笑いというのはですね、医学的にもですね、非常に効果があると言われています。それをもう少しですね、ちょっと研究してみました、調べてみました。どんな効能があるのかなということなんで、ちょっと改めてですね、まとめてご紹介をしていきたいと思います。という私もですね、ちょっと笑顔が足らないんですね。この V を見てますとですね、ちょっと笑顔足らないんでね、口角を上げながらね、意識して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さてですね、結論から申し上げますね。笑顔の効能が6つないし7つありました。ご紹介いたします。まず、脳の働きを活性化する1番ですね。そして2番目、ね、血行を良くする、3番目です、自律神経のバランスを整える、その4、ストレスの発散になる、その5、幸福感に満たされる、そしてその6、免疫力を高める、その7といたしまして、印象が良くなるというのがございました。一つ一つかいつまんで、説明をしていきますね。まずですね、脳の働きを活性化するということなんですが、こちら笑いの効能の中にですね、その脳の働き活性化、これは理性を司るですね、大脳新皮質というのが脳にあります。そのですね、血行を促すそうです。そうしますとですね、非常に脳の働きがね、活性化していきますよということだそうです。そしてその2番目、血行を良くする、ね、これは大事ですね。血の巡りですからね、血の周りが良くなりましてですね、新陳代謝が活発になる。ですから、笑顔が、ね、絶えない方はね、非常に若々しいです。こういうところから来ているようですね。それから自律神経のバランスを整える、これは精神的なものと、としてもですね、非常に重要ではなかろうかというふうに思います。そしてストレスの発散になると、快楽ホルモンがですね、分泌されるそうです。ですから非常にストレスの発散になりますよと、ね、イライラしている時にね、もう意識して笑うようにすると、ね、口角を上げるだけでもいいですね。そして、幸福感に満たされると、これは幸せのホルモンであります、エンドルフィンというのの分泌がですね、活発になるそうです。そして、免疫力を高めると、これはですね、NK 細胞が活性化するんだそうですよ。この NK 細胞というのは、悪い物質を退治してくれる細胞でございます。これが活発になることによりまして、免疫力が高まると言われております。大きく分けるとこの6つ、そして付随して7つ目、印象が良くなるということなんですね。こちらはですね、カリフォルニア大学のバークレー校の心理学チームがですね、約30年かけて分析した結果でございます。卒業アルバムに笑顔で写っている人と、ね、写っていない人、これを比べてみました。そうしますとですね、笑顔で写っている人がの方がですね、結婚率が高い、さらには人間関係、健康面も満たされている、満足感が高いというね、そういったデータが得られました。ですから、やはり笑顔になるということは非常にいいんではなかろうかというような結論となったわけです。もう一度簡単にご紹介いたしますね。まず一つ目が脳の、働きを活性化する、2番目が血行を良くする、3番目自律神経のバランスを整える、4番目ストレスの発散になる、そして5番目幸福感に満たされる、6番目免疫力を高める、そして7番目印象が良くなる。印象が良くなることによりまして、ね、結婚率も高くなり、人間関係、健康面も満足感が高いというデータが得られました。ですから意識してですね、これから私もそうなんですけども、
ね、笑顔を作るようにちょっと頑張ってみてください。今大変な時代ですけれどもね、だからこそ、ね、笑顔で頑張っていきましょう。よろしくどうぞお願いいたします。お送りしてまいりました、笑いの効能、解説は実況アナウンサー柿野孝彦がお送りいたしました。それではこの辺りで失礼します。ごきげんよう。さよなら。